どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、ミシックアイテムが手に入る三つ目の基地、キャティコーナーに行ってみましょう。ニャッスルの段ボール工場があったところだな。一体どんなボスがいるんでしょうか。楽しみですね。って、お前これ微妙に飛距離足りなくねえか。効果下手くそか。まあ、ここの壁を壊して侵入するわよ。そんな堂々と入って大丈夫かよ。とりあえず武器さえ拾えれば、この車の中になんかあるでしょ。てか待って、ロボットみたいなのいるんだけど。おい、今のいきなりボスだったんじゃねえか。なんか乗ってたぞ。え、マジ？どれどれ？かわいい。マジか、ちっちゃいニャッスルみたいな猫が、ロボットを操縦してるぞ。うわ、ショットガン撃ってくる。かわいいけど危険な猫ちゃんね。よし、ダウンさせたな。きっとっていうのね、ニャッスルの子供かな？ニャッスル、しっかりと次世代を育成していたとはな。てかここのヘンチマンは全部ロボットなのか。斬新ね。お、ミシックアイテム落としたな。ショックウェーブランチャーとチャージショットガンね。あとなんか食べ物いっぱい出てきたから、とりあえず食べまくって回復よ。キノコもアイテム化したんだな。マジで食べ物の種類多くなったわよね。さ、早くしないと銃声を聞きつけた敵が来ちゃうかもしれないぜ。そろそろ動きましょうか。うわ、ここのヘンチマンの声不気味だな。てか待って、木陰に敵いるんだけど、このミシックのショットガンで。ああ、ダメか。最後もうちょい撃つのが早ければな。さあ、今度はアリーナでキャティ制圧を狙っていくわよ。お、今度はさっきよりは効果マシか？車の上に青ショットガン。これを取れれば多く取られました。みんな効果うまいな。すぐに切り替えよ、そこのフロアドロップ。緑 SMG は結構いいな。すかさず宝箱。素晴らしい排出。と、もう敵が来てるぞ。急いでチャグスプでシールドつけて、SMG でなんとか倒す。うわ、倒せたけどハンティング当ててきたな。まだもう一人敵がいるわ。チャージショットからの、SMG。うお、これもギリギリだったな。やっぱりアリーナはレベル高いわね。おっと、ヘンチマンが撃ってきてる。怖い怖い。ここに変装用の電話ボックスがあるんだな。よし、これで一安心。いや、変装のレベル超えてロボットになってるんだが、どうなってんだよ、って。なんか変装溶けちゃったんだけど、建物壊すと溶けるように、仕様変更されたのかもな。あ、そうそう、ここにいっぱい食べ物があって美味しいんだよね。この箱も、新しく追加されたやつだな。ありがたいわね。あ、ここ、コニャッスル。キッドの部屋じゃない？確かに、ニャッスルの部屋と雰囲気似てるな。うわ、ダーツの真ん中にブルドッグの写真が。やっぱり犬にはライバル意識を持ってるのかな？そしてニャッスルほどではないが筋トレグッズもあるな。てか普通の宝箱から金スカー出てきたんだけど、さすがボスの部屋。武器は相当強いから、強気に行くしかないな。さ、誰かいるはずよ。ヘリで飛んできたところは見てたからね。おっと、あそこだな。まだ気づいてない、チャージショットガンで不意打ちだ。お、結構入ったな。とりあえずシールドは割れたわね。さ、逃がさないわよ。しっかりキルして、ポイント稼ぐんだぜ。うわ、相手もチャージしてる。一発があるから要注意ね。おっと、クラッシュパッドで飛んだな。え、そっち？そうか、ヘリで逃げようとしてるのね。そうはさせるか。あ、なんか動きおかしくなってる。乗ったかな、それなら私も乗るわよ。一緒に出かけようじゃないの。お、察知して降りたな。クソ、めっちゃ食らった。でも相手はシールドない。SMG でフィニッシュよ。変装溶けたからレーザーが反応しちゃってるな。さっさと向こうまで逃げて、もう一度変装するわよ。もう一人別の敵がいるわね。めっちゃぴょんぴょん飛んでるな。まさか、ショックウェーブランチャーか？とにかくここも不意打ちチャンスよ。さすが金スカー。3発でシールド剥がしたぜ。よし、SMG で突る。木の建築なら突き破れるはずよ。さ、あとはショットガン当てるだけだぜ。チャージしないで撃つ。よし、ミシックアイテム落としたね。で、霊夢は他の敵がいるんじゃないかと警戒しているが、ここでアサルト撃ってたのはヘンチマンだったんだぜ。そしてこの試合は、くだらない落下ミスでピンチに陥り、静かに幕を下ろすのであった。くそー、今度こそしっかりキッドのアイテムを使いたい。お、効果はだいぶ手慣れてきたようだな。まずはそこの離れ小屋に降りて、フロアドロップの武器を取るのが安定かなと思っているよ。バルコニーには何もないから、まずは建物内のピストルだな。まあとりあえずこの建物には誰も来てないからオーケーよ。天井壊して上の宝箱もらっちゃいましょうか。お、チャグスプはありがたいね。SMG も結構いいぜ。かぶっちゃったけどね。さあそしたら今度はこの箱を、すべて開けていくわよ。へえ、トウモロコシも追加されたんだな。中でもスラープキノコは結構嬉しいね。まずはこれ食べて、シールドつけましょうか。おっと、誰か変装しに来たぞ。ほんとだ、それはチャンス。
食事を中断して倒しに行くわよ。逃げてばっかりの様子を見るに、武器持ってないのかな。って早く倒せよ。適当に撃ちすぎた。でも多分あと一発よ。いや二発だったわ。いきなり下ってしまったが、一応倒せたな。あ、ヘンチマン。こいつらマジで怖い。なんだろう、人外のものに対する独特の怖さがあるよな。あ、ニャッスル。間違えたキッドだ。この場所なら撤退してくるヘンチマンも少ないから、楽に倒せるな。キッドに関しては可愛すぎて、倒すのがちょっと忍びないけどね。さ、あとは後ろのヘンチマン倒して。って弾切れじゃん。SMG でいっか。なんかヘリが飛んでくる音してる。急ぐんだぜ。ごめんね、キッド。よし、今度こそうまく使うぞ。なるほど、ショックウェーブグレネードを打ち出せるわけね。逃げにも使えるし、攻めにも使えると。だがロケランの弾を消費するから、あまり無駄遣いはできないな。でもうめっちゃ無駄遣いしちゃったけどね。ふふ、でもこれは使えるわよ。その後、無事金庫を開けることに成功。めちゃくちゃ回復アイテム出てきたわ。さ、用が済んだらさっさと退散だぜ。その後、雪山で資材集めてたら、全然敵と戦うことなくここまで来ちゃったわ。まだアンチないだし、もうちょっとのんびりしちゃおうかな。のんきに経験値集めてるし。さて、ジャンプパッドを使ってこっちの雪山まで飛んできました。残り3人、1人はあそこの建築のところ、もう1人はどこだ。てか夏なのに雪山って、だいぶ変な感じだな。お、いたわねあそこに。それなら向こうの敵を相手して良さそうかな。中遠距離の武器ないけど大丈夫か？私が使うのはこれ、ショックウェーブランチャー。そうか、霊夢の狙いは。さあ、これで思いっきり。吹っ飛べ。うわめっちゃ吹っ飛んだ。くそー、アンチ外には飛ばせなかったか。もう一発よ。惜しい、てか相手グライダーガン持ってるじゃん。それならこのミシックショットガンで。8ダメージって、中遠距離武器持ってないのやっぱきつそうじゃん。大丈夫、このショットガンなら、他のやつと違って、5発装填できるしね。一応少しずつだがダメージ入ってるか。さあ、次で決めるわよ。危なかった。相手は金のチャージショットガン持ってたんだな。念のため、移動しながら回復。いろいろ豪華なものが落ちてるが、ここで一番取りたいのは、他でもなく、ロケットガンよ。これがあれば、まだまだショックウェーブランチャーが使える。またアンチ外に吹っ飛ばす作戦するつもりか。その通りよ。敵が向こうにいるのはわかってる。なぜなら補給物資のマークが消えたから。さあ、あなたもこれで、存分に吹っ飛ぶがいいわ。お、今度はしっかりアンチ外まで飛ばせたな。わははは、そのまま戻ってくるな。おい、それはさすがに雑に打ちすぎだろ。ほんとだ。思ったより飛ばないのねこれ。もう一回吹っ飛ばせたらほぼ罪なんだけどな。やばい、もう一発しかなくなっちゃった。とりあえずドラムガンで攻撃よ。ダメージは渋いな。やっぱりショックウェーブ決めたいぜ。最後のチャンスね。ああ、ダメか。しょうがない、ドラムガンだ。じわじわダメージ入ってるが、まだシールド割れないな。ジャンプパッド使いそうね。こっちに飛んでくるかも。ショットガンチャージしとくわよ。で来ないんかい？普通に逃げちゃったな。せっかくフルチャージしたけど、この距離じゃさすがに当たるはずないんだぜ。くそー、普通に距離を詰めて倒しに行くか。窓開けてるな。ロケットガンさえあれば、ショックウェーブぶち込めたんだけど、ないもんはしょうがない。地道に戦うしかないわね。さ、ストームが動き出したぜ。まあ適当に、この辺から建築して、なんとなく上取っとけば大丈夫でしょう。ミシック武器2つもあるわけだしな。全然動かないわね。それならこっちから攻撃させてもらうわよ。お、チャンスじゃん。リロードしなくてよかったのに。ああ、もったいないことした。てかやばい、めっちゃ食らってる。一旦落ち着いて回復しないと。建築は壊されてない、大丈夫だ。よし、最後はキッドのチャージショットガンで決めるわよ。これでどうだ。やったー、ビクロイ。ってまたエモートできないんだけど。おいおい、いい加減やり方覚えないとな。ま、とにかく、キッドのミシックアイテム、うまく使えたんじゃないでしょうか。最後調子に乗ってピンチだったけどな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よければお願いします。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。
どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。